こんにちは、耳鼻科専門鍼灸師の岳先生です。このチャンネルでは耳鼻喉に関する情報を提供しております。今日は顔面神経麻痺と診断されたばかりの人に見てほしい動画となっております。この動画を見ると顔面神経麻痺に対する不安だったりとかが少しでも解消できると思うので、よかったら最後まで見ていってください。ある朝起きるとですね、突然顔が動かなくなっていたりとか、朝歯磨きいつものようにしていたらなぜか口から水が漏れるとか、そういったところで顔面神経麻痺と気づいた方、これはやばいんじゃないかなと思って急いで病院に行った方、そんな方が多いんじゃないかなと思います。まずですね、顔面神経麻痺、これはですね誰にでも起こりうる病気ですね。有名なのはビートたけしさんが、あの方は交通事故で外傷によってで顔面神経麻痺になってしまいましたが、他にもねたくさん有名人の方が実はなってます。なので実は誰にでも起こりうるものとなっておりますので、それをね病院に行かれて、あなた顔面神経麻痺という病気ですっていう風に言われるとものすごくショックだと思うんですよね。このまま治んなかったらどうしようとか、このままだったら人に会えないとか、人前に出る仕事ないのにどうしよう、中には口が うまく動かないので喋ることすらままならない、特にパ行とかマ行とか言いづらいんですけど、そういった方が喋る仕事の時にどうしたらいいんだろう、そういった形ですごくこう不安がいっぱいだと思うんですよね。でお医者さんに行った時も特別こうお医者さんからすごく時間をかけて説明してもらえるわけでもないと思います。実際にはもうおそらくプレドニンとか、まあいろんな薬ありますが、ステロイドの薬を出されて、これをまず飲んでください、で何日後に来てくださいっていう形でまず経過を見てみるっていう形が多いと思うんですが、皆さんねやっぱり不安に思われる方がすごく多いので、やっぱりご自身でもネットで検索しまくるんですね。でネットで検索すると中にはいい情報もたくさん書いてあると思います。こんな風に治りましたとか、私はこのぐらいの期間で治りましたとか、もしくはすごく悪い情報も書いてありますよね。私はまだ1年経ってるけども全然治ってないとか、薬が全然効かなかったとか、中には手術しても治らなかったとか、そういったいろんな声が書いてあると思います。でそれをねやっぱりすごく調べると余計にこう不安が強くなってしまったりとかする方がすごく多いんですね。なのでこの動画っていうのは、その顔面神経麻痺と診断されたばかりの人にぜひですね、今後どのようにこう治療が進んでいったりとか、こうどのように回復していくことが多いのかなんていうことをお話しできればと思ってます。まず病院にかかられてると思うんですが、そこでやっぱりステロイドっていう薬を出されて、中には入院される方もいると思います。主には内服薬で通院という形でステロイドの方を服薬していくわけですけども、だいたいステロイドっていうのはマックスでも2週間ぐらいしか処方できない薬っていうふうに言われてます。それ以上飲んでしまうと体に悪い悪影響、副作用が出てしまったりとかするので、だいたいこう2週間っていうのが一番マックスになってきます。で論文とかを見ると、発症してから72時間以内にステロイドを投与してくださいねっていうふうに言われております。72時間なので3日ですかね、3日以内に病院に行ってステロイドの投与を開始してくださいと。なので基準がそこになるので、まず3日以内に病院に行けた方っていうのはすごく出だしとしては良かったんじゃないかなと思います。やっぱりなるべくステロイドを早く投与していくっていうのは一定量の効果はすごくあるのは論文でも認められていますし、すごく効果が高いなっていうふうに僕自身も思うので、なるべく早くステロイドを投与するっていうのは一番おすすめですね。うちでも昨日から顔動かなくなっちゃったんですけどどうしたらいいですかって電話がたまに来るんですが、その時はまずうちの治療を勧めるよりも、まず最初に病院にかかって顔面神経麻痺かどうかっていうのをしっかりと診断してもらって、お薬を始めた方が治りがいいですよっていうのをお伝えしてます。なのでまず病院に行って薬を飲んでる方っていうのは非常に良かったなと思ってます。で今後2週間のステロイドの投与をしていくんですが、だいたい顔面神経麻痺ですね、特にひどい方っていうのは注意してほしいのは、だいたい発症から、5日から1週間ぐらいかけて一旦悪化する人もいます。大体が悪化してその後少しずつ改善していくっていうのがパターンなんですけども、もし悪化してないよっていう方がいたら、それはおそらくステロイドの薬によって悪化がまず止められてるというふうに考えていただければと思います。なので非常に効果が出てると思います。で残念ながら悪化してしまってる人っていうのは、それだけ今回の麻痺っていうのがちょっと重たいものになってしまうのと同時に、悪化というのは誰しもが起こる道筋でもあるので、そこは心配しなくてもいいんじゃないかなと思います。悪化はするものです大体。なので悪化してるからステロイド効かない
っていうふうに自己判断せずに、継続してステロイドをしっかりと飲み続けていただくことでだんだんと改善に導いていけると思うので、薬はねしっかりと飲んでいただければなっていうふうに思ってます。そしておそらく病院では本当に顔面神経麻痺軽い人であれば町の耳鼻科のお医者さんとか脳神経外科で治療してくれると思うんですが、ひどい人っていうのは大きな病院にね紹介されて、そこでねいろんな検査をすることがあります。でその中で顔面神経麻痺の中でもベル麻痺とラムゼンハント症候群、あともう一つが何も言われない方、だいたいこの3つに分かれてくると思うんですが、ベル麻痺っていうのは何かっていうと、そもそも原因が不明の顔面神経麻痺のことを総称で指します。原因がよくわからない。でもう一つラムゼンハント症候群、これはですね主にヘルペスウイルスとかそういったウイルス由来の顔面神経麻痺のことを指したりします。でもう一つ何も言われない方、これも結構多いんですよね。これはですねお医者さん的には今の段階でははっきりしたことが言えないっていうことなんだと思いますね。中には最初ベル麻痺って診断されてたけども途中でラムゼンハント症候群に変わる人もいます。逆に最初ハント症候群って言われてたけども逆にベル麻痺に変わっていくっていう方もいます。なので厳密に言うとラムゼンハント症候群っていうのはやっぱウイルス由来なのでウイルスの検査とかもしていくんですが、主に分け方としてはすごく重症なものをハント症候群っていう風に分類したりもします。で中程度から軽度のものはベル麻痺っていう風なものですね。でハント症候群の場合で言うと発症の原因として帯状疱疹というのがあったりします。これもウイルス由来の帯状疱疹なんですけども、帯状疱疹がある場合なんかはラムゼンハント症候群というふうに診断されることが多いですね。ただどんなふうに診断されようが治療っていうのは同じものになってきます。ですのでどこの病院に行こうが町の耳鼻科だろうが大きな病院だろうが、通院の場合、通院で内服薬をステロイドを飲む場合に限ってはほぼ同じ治療になってきますので、病院によって受けられる治療が違うんじゃないかっていうふうなことはそんなにないので、そこは心配しないでいいと思います。あとは、ステロイドの後ですね、どんな風になっていくか、ステロイド2週間の投与が終わると、この後はメチコバール、アデホスコーバーといって血流改善だったりビタミン B12 のお薬が出ます。でこれはお医者さんによってはほぼサプリみたいなもんだよっていうお医者さんも中にはいて、そこまで効果があるっていう風には認められていないんですね。なので要はステロイド2週間が終わったらその後は経過観察、ただ単に経過を見ていくだけっていう風な過程を踏んでしまうので、今のうちから自分が次にやる手っていうのを考えておいていただければなっていう風には思います。どんなものがあるかっていうと、例えば針治療だったり、まあうちの場合は針治療でやってますが、針治療だったりとか、あとはまあ中には整体で治してくれるところがあるかもしれないですね。そういった民間療法っていうのも視野に入れつつやってみていただければなっていう風に思ってます。で顔面神経麻痺っていうのは時間が経てば経つほど治りにくい病気になってしまうので、なるべく手を打つのであれば早い方がいいですね。ですのでちょっと自分の顔面神経麻痺が思うように改善してこないなっていう方は違う手っていうのもたくさんありますので、そちらを検討していただけるといいかなと思います。その他の顔面神経麻痺の情報に関してはうちの YouTube チャンネルの方でいっぱい出してますので、そちらを参考にしていただくと自分が何をすべきかとか、どうしたら治っていくのか、どうしなきゃいけないのかっていうところがよく見えてくると思うので、そちらをね参考にしていただければと思います。今回の動画では顔面神経麻痺と診断されたばかりの人、これはしっかりと適切に対処すればちゃんと治ってきますので、そこをねぜひこう安心してほしくてこの動画を撮ってます。どうしてもこうパニックからよくあるのが、あどうしよう治らない、どうしよう、でもお医者さんから薬とりあえず飲んどけって言われてるから、とりあえず様子見て3ヶ月経ったけど治らないけどどうしようっていう風な方がいらっしゃるんですが、やっぱり3ヶ月経ってから何か違う治療を開始するのか、もう発症してからわずかで違う治療を開始するのかで大きく結果って違ってくるんですね。うちだと発症わずかの人だと本当に 2,3 回とかで麻痺が治ってしまったりとかいう例も1件とか2件じゃたくさんあるので、なるべく早く行動していただくってとこですね。なのでしっかりとこう対策をしていけばちゃんと治りますので、そこを安心していただければなと思います。治すためには本当にしっかりと確実な情報を手にして自分の行動を決めていくっていうところですね。それも周りの家族とかそういった職場とかそういった方たちの協力も必要になってくるので、相談してもらいながらご自身の上司だったりとか家族とかにも相談して、こういう病気なんだっていうふうに僕の YouTube を見せるのもでもいいし、ご自身の口から説明するのでもいいし、そういった形で周りの理解を得ながら
治療を進めていくってところが将来後遺症なく治すための必要な条件になってきます。本当にこう後遺症が残っている方たちをこう拝見すると本当にこう辛そうな毎日を送っていますし、それ自身がもう自分のコンプレックスにすごくなってしまうので、ぜひね皆さんにはこうそうなってほしくないのでこの動画を撮っております。ぜひですね、あの周りの今顔面神経麻痺になっていない方がもしこの動画を見ているのであれば、周りの人がねそういう風になってしまったら、ぜひこの動画をプレゼントしてあげて、これ見てねっていう風に言って、少しでも周りの人を助けていただけると嬉しいなっていう風に思ってます。こんな感じでこのチャンネルでは顔面神経麻痺とか他には耳鼻科の情報も出しております。少しでもこう役に立ったなっていう方がいましたら、ぜひこの高評価ボタンを押していただいて、あとチャンネル登録もしていただけるとすごく動画投稿のモチベーションになりますので、ぜひよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。